カープラザ店は三菱自動車工業のかつての販売チャンネルの一つ。1978年のミラージュ登場とともに設立され若者をターゲットした車種を中心に販売していたが、売れ筋のミニカなどの軽自動車やパジェロ、ギャラン、ランサーといった主力乗用車はギャラン店で取り扱っていたため不利な立場となっていた。しかしカープラザ店でも パジェロの派生者チャレンジャーやギャランの姉妹車エテルナ、またピックアップトラックのストラーダなど若者を引きつけるようなラインナップを揃えていた。しかし2000年に発覚したリコール隠し問題で三菱車の販売台数が大幅に減少したことに加え2002年にミラージュが一時生産終了したことで存在意義を失い2003年にはギャラン店と統合されて 三菱の乗用車全車種が取り扱えるようになった。2012年に復活したミラージュも三菱全車取り扱い店で販売されている。カープラザ店、ギャラン店時代ともに、社名は三菱自動車販売株式会社のため、社名だけでどちらかを見分けることはできなかった。ただし、一部地域は中央三菱自動車販売株式会社と中央を社名につけることで、 ギャラン店と区別する会社もあった。他には販売店そのものにはカープラザと書かれていた。2002年時点のもの。なお、ごく一部のギャラン店ではカープラザ店1 0車種を含めた乗用車全車種を販売していた。ありがとうございます。